ランチェスター走行車は、1920年代後半から1930年代初期にかけ、限られた数が生産された、イギリスの走行車である。この車両は、国防義勇軍と植民地軍部隊に配備され、1940年代初期まで、軍務につき、マレー作戦に参加した。本社は、初期の4輪駆動型と区別するために、しばしば、 ランチェスター6輪走行車と呼ばれる。1927年7月19日、ランチェスターモーターカンパニーは6輪走行車の契約を与えられた。1928年3月までに2両の試作型である D1E1、e、と D1E2 が生産された。これは、並走と砲塔の形状が異なっていた。D1E2 は、車両後部に追加の操縦装置が設けられていた。 検査の後に、これらの車体は、重量級の車両として、十分強靭でなく、また重装するにも、十分強くないことが判明した。22両に改良されたシャーシが装着され、他にも変更が命じられた。これらは、マークア I とマークツーと命名された。1932年には15両以上の発注が出された。2両が、教育用の D1E3、D1E4 であり、 残余はマーク2とマークイヤであった。ランチェスター走行車には特注の6輪のシャーシが装備された。走行車体はロールスロイス走行車と同様で、その前方部分は機関室となり、残りのスペースは戦闘室で占められていた。走行部分の背後、車両の後方部分は装備を搭載するために用いられた。戦闘室の天井に2人乗りの銃刀が据えられ、 1 2 7ル、および7 7ト、mm、ルビッカース機関銃が並列に10回装備された。この銃刀には司令塔があり独自に回転させることができた。追加の7 7ト、mm、ルビッカース機関銃は戦闘室の前面に配置された。指揮車両では車体前方機銃はウィップタイプのアンテナが付いたナンバー9無線機に置き換えられ、機関銃手は 無選手になった。ランチェスター装甲車は良好な重装能力を持ち、信頼性があり、保守整備が簡単だったが、本社が当初構想された、偵察任務に用いるには大きく重すぎて、鈍重だった。第十二王立や力兵連隊に配備された、行動中のランチェスター装甲車1929年1月、最初のランチェスター装甲車が、 第11景兵連隊に受領された。配備は遅れ、部隊にすべてが行き渡るには1934年までかかった。11月にこの連隊は、第12王立や力兵連隊の役割を軽減するため、エジプトへ送られた。胴体はその後に、イギリスへ戻って、車両を装備した。1935年の1月から2月に、第12王立や力兵連隊に、 暫定的に配備された D 大隊は、ドイツのザールラント地域の治安維持活動に従事した。12月31日、BO 及び C 大隊は29両の装甲車と共に、イタリアのアビシニア侵攻に対する備えとして、再びエジプトへ送られ、リビアの中東軍を強化した。これらの車両は、西部の前線の警備に用いられた。その年の終わりに、中隊はイギリスへ帰還し、 連隊は、モーリス装甲車へ装備を改変した。1939年、ランチェスター装甲車は極東に送られた。配備先は、マレーシアのスランゴール州とペラ州を防衛していた、マレー州連邦義勇軍に属する大隊のほか、シンガポール義勇軍団、海峡植民地義勇軍、アーガイルサザーランドハイランダーズの第に、大隊である。 これらのうちの少数の車両は1941年12月から1942年2月までマレー作戦に投入されて日本軍と戦った。10両のランチェスター走行車が国防義勇軍である第23ロンドン走行車中隊とダービシャー義勇軍に譲渡された。1940年、一両が閣僚たちや他の重要人物のために改造された。 1941年、二両が第一ベルギー走行車大隊に譲渡された。唯一の残存車両は、マーク2型であり、ボービントン戦車博物館に展示されている。ありがとうございます。